でね。バズるぞ !HBC ラジオ。僕の中史上一番バズったのが、鉄の棒で歯を叩いて音を奏でる木琴鉄琴ならぬ白琴。さっきあげましたので皆さんチェックしてみてください。ドラム、ベース、ギター、ボーカル全部やって、あのガッチャンコさせて、あ、だからモンスケの一番の曲に、チッチッドドバーン、一番とかつかつんだんとかチッチッとかドゥ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 みたいな、でブッブッブン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 みたいな。草加さんとだったら一個やりたいことありますね。何ですか？バイクに乗せてもらう。あ、いいですね。後ろに。ああ。俺バイク後ろ乗ったことないんですよ。はいはいはい。村井さんも結構お酒好きっていう言ってるんで、聞き日本酒とか。いいですね。聞きなんちゃら。うんうん。与永さんはやっぱりねダンス。うん。あの人上手だからいいですけども、私ねもうポンコツですから。関八さんはやっぱり絵本でもあるけど、でもなんだろうな、俺関八さんのツッコミ結構好きなんですよね。波多野くんはもう単純にやりたいことありますけどね。波多野くん、なんですか？なんかめっちゃ面白いですよ、めっちゃ面白いですよ、何がおもろいのって感じになるんですけど、あのただひたすらこちょばすっていうね。やめてください、やめてくださいって言って、なんかボーンってどっかぶつけそうじゃないですか。っていうのはちょっと単純にやりたい。こう置きたい。キンキキッズの全部抱きしめて、金子智也弾き語りバージョン。君のすべてを僕の自由にしたくて、ずっと大切にしていたわけじゃない、だから何も信じられなくなっても、僕を試したりしなくていいんだよ。いいさ、落ち込んで誰かを傷つけたいなら、迷うことなく僕を選べばいい。寂しさの嵐の後で君の笑顔を探してあげるよ。日が暮れたから勇気を覚えて、知らない場所も目をつぶって走れた。君のためにできることをあれからずっと探してる。全部抱きしめて